はい、こんばんは。まあ、なんか なんか枠取っときました、一応。ちょっと喋った方がいいかなと思って。まあまあ、びっくりした人もね、多いと思うし。まあ、そんな長くはやらないけど、少し喋ろうかなと思って。予想してた。おー。それも不定期も一旦休止かな。ユニット活動、そう。まあなんかその辺とかさ、気になる人いるかなと思って。俺は、もちろん相談してもらってて、急にえ、休止すんの？みたいな感じじゃなくて、まあその辺聞きたいだろうなと思って。いやでも、結構みんな知らないと思う。歌い手界隈の人たちも。ルスとかもそう、知らない。本当に数人しか知らないと思う。4、5人とかそういうレベルなんじゃないかな。結構本人もギリギリまでやっぱ悩んでたし、だから悩んでる中で、まあ、軽々しくね、そんなに人に言えるようなことでもないから。だから雑に扱うてて、言ってなかったとかじゃなくて、多分本人的にも結構ギリギリまで悩んで悩んでっていう感じだと思う。だから結構知らないと思う、みんな。俺も本当にギリギリまでどうした方がいいと思いますかみたいな 相談を受けてたし。でもやっぱり、なんだろう、体調面だったりとかさ、昔からちょこちょこそういう話になることはあって、そういうこと知ってたから、唐突に俺はそれを聞いたわけじゃなくて、昔からちょこちょこそういうこと相談されてる中で、まあまふまふの精神面、体調面、まあでも本人的にもなかなか辞めるに辞められず、まあ休止するにっていう決断もなかなかね、やっぱり背負っているものというか、やっぱみんなに期待されているものもね、大きいだろうし。始めるのは簡単だけど、期待をされている中で、休止っていう選択を取るのはなかなか難しいからさ。辞めることってむずいじゃん。部活とかさ、なんだろうな、仕事とかさ。そういうのってみんなもわかると思うけど、始めるのはさ、ちょっとした好奇心から始められるけどさ。だから、結構本人的にも、なんだろう、昔からまあ悩んでいることの一つではあったんだと思う。まあ別に俺が言ってることが全部正しいかわかんないよ。全てを理解しているわけではないし。まあ、ソラル視点。これは個人の、一個人の意見です。今日の配信で喋ることは。まあ、ATR に関しては、活動若干の変化はあるけど、まあライブとかがちょっと難しいこともあるかもしれないし、でも、まあ、例えばリリースに向けて動いたりだとか、いいタイアップがあったら受けたりだとか、まあなんかそういうなんだろう、音楽の発表に関するところ、一緒にやっていくし、本人的にも、戻ってきたいなって思えるようになったら、戻ってこれるようにしておきたいなって感じはあるんだよね。俺も。まふまふ的にもやっぱそうだろうし。だから、なんか正直投稿者、動画投稿者ってさ、投稿した時は動画投稿者。私配信してる時は配信者だけど、なんか、ずっとやってるものというよりね、やっぱその時その時でね、やっぱ、なんだろうな。ただその時その時で動画とかをね、ただ出してるだけだから。だから、それが少し期間が空いちゃうくらいに思っていてもいいんじゃないかなって思いますね。まあ、ずっとね、やっぱりね、長らくやってきたんでね。それも不定期も、まあ一旦は休止だけど、なんか、たまに誘ってみようかなとは思ってるけど、久しぶりにこそっとやらんかっていう。まあ、できるかわかんないよ。でもさ、なんか、まあ、体の不調って精神に出るし、精神の不調って体に出るしさ、なんかそういうのがあって、なんだろうね、まふまふとしても出づらい部分あると思うんだよね。だから、期待しすぎず、待ってて、あげてほしいなとは思うけど、まだ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 って感じでいるとね、本人的にもなかなか気が休まらないと思うんだよな。ああ、
自分のせいでみたいな感じになっちゃうじゃん。だから期待しすぎ、そんな期待してないけど別にいつでも帰ってきていいんだよぐらいの感じでいたらいいんじゃないかなと思うわ。俺はそんな感じですよ。